せーの、クリエイティブアンステクトーお疲れです。はい、今日はですね、今、新大久保に来てます。イエーイ。はい、ということでですね、今日はですね、新大久保2人デートということで。もうね、日本人じゃないよ。でも新大久保にぴったりやね。韓国人多いから。てか、うすくん韓国人っぽいやん。それもたまに言われるよね。はい、ということでですね、おたくんは1年ぶりぐらい。いや、そうやな。めちゃくちゃ久しぶりの新大久保で、最新やん、新大久保って。そうやな、今人気やからな。流行とかさ、新しい食べ物とか多いやん。そういうのを今日はバッチリリポートしてる。確かに、前回原宿でもやったんですけど、まあぶらりデートということで、一つ言うと、今日はチーズドッグ。チーズドッグは禁止です。マジで？だって控えのチーズドッグ毎回食べる。それな。まあいいや、じゃあいろいろちょっとね、俺らも分かんないことばっかなんで回っていきましょう。はい、買い物もします。ぜひ皆さん最後まで見てください。はい、ということで、じゃあいきましょう。せーの、いきよう。早速歩いてきました。道です。ありますよ。カムサムニだ。カムサムニだ。タコとかあるよ。タコ食べれへん。食べれへん。ちょっと大阪弁。はいライブ。どうする？ご飯食べるか買い物するかやな。あ、めっちゃ BTS 的なのある。おたくんはパンタン好きやけど。はい。いや、一番いいのあったわ。何？セブンイレブン。さっきセブンイレブンサンドイッチ食べた。それな。店入ってもいいけど。ここら辺コスメがいっぱいですね。今日風強いよ今日。風強いよ今日。なんで2回言ったの？風強いよ今日。コスメが見たいね。ああね。ということで移動していきましょう。はい。はい、ということでですね、ここね、めっちゃ俺前来たとこなんですけど、これ持ってるコスメですね。向こうはスーパーみたいな。あ、見たことある。嘘。食料品とかあるやつ。そうそうそう。これ光が作ってるファンデーションクリオ。なんか見た目が可愛いやつがいい。DJ 2階に来ました。2階、類がありすぎてね、いっぱいあるからね。え、待って、これカンドラで出てきたよね。嘘。ほら、一応作る。本当や。光が大好き。これ出てきたもん、ドラマで。ヒカルの好きな 3CE ですね。はい、ということでですね、さっき入った店買わずに、その隣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 ぐらいの店で、同じようなコスメの店だったので。ミョンドンコスメって書いてる。そうだ、ミョンドンコスメという場所で買いました。1万円分ぐらい買いました。もう1万円企画いったね。逆に。はい、買ったもんは。はい、これザ・セムの1番のコンシーラーを3つ買いました。はい。まとめ買いってやつですね。ヒカルの手がやばいんだ。やば。もらうのがちょっと申し訳なくてさ。なんで？はい、次これリップ買った。可愛くないなんか、ほら。可愛い。中もさ、女の子の絵が描いてある。ほんまや。これ色はこういう感じです。いいよ。ちょっと塗ってみよう。あ、いいね。あ、いい。バイタ。映えた。あ、まだある。あ、まだある。パウダー買いました。4650円。タグついてる。ほら。可愛い。可愛くない？なんかファンデーションではないんやけど、なんか最後の仕上げみたいな、こんな感じで。いいね。以上ですね。以上です。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。ということでですね、なんかちょっと食べ歩きしたいなと思うので、ちょっともう一回回ってみたいと思います。行きましょう。チャオ。はい、ということで次はですね、ヒカルが大好きなチーズボールを食べたいと思います。もうよくわかんないもん。行きましょう。じゃあこれちょっと。来ました。砂糖いらない。ちょっと。かける。はい、ということでどうぞ。刺さんないよ、肩。あ、いけた。伸びの。そんな伸びないことある。どう？不思議な味がする。いつもと違う。うん。初めて食べる。なんか、なんだろう。チーズでしょ。チーズの味しない。ダメやん。あ、伸びたね。あ、チーズまだだったんちゃう。めっちゃ甘い。嘘。美味しい。いただきます。うまい。甘いよな。甘い。飲まさずに一口で食べる。こいつ映える気ないぞ。いや、これを食べたらもうちょっとだけ買い物とかして、でお店に入ってご飯食べようかなって思います。はい、おたくんが好きなバンタンのコスメかなに来ました。メンンバー入れる可能性ある。マジであ、ちょっと無理だったかもしれない誰推し。なるほど、可愛いねんけど結構持ってるんですよ家に。あ、これヒカルが使ってるパンで可愛い。なんかチーズボール食べただけでお腹いっぱいとか言われたんでカフェに入ろうと思います。はい、カフェに入りました。こちらムイムでスムージーをね頼んだんやけど、なんだっけそのカレー。ヒカルはブルーベリーとイチゴのミックスで、俺はバナナとイチゴなんか2つ選んでミックスできるみたいな。そうですね、ここはなんかデザート専門店。そうやな。うん、やばい、めっちゃ 100%。 めっちゃ美味しい、うん、美味しい。この後はどうしますか。プリンを取りに行きましょう。はい、プリから取って、はい、飲みます。はい、ということでプリを取りましたね。これだね、やっぱセットしてるから。今日は全部反応したわ、珍しく。はい、ということでこういう感じで今日は新大久保を満喫しました。はい、満喫できましたね。結構やっぱいろいろね、韓国のコスメとかたくさんありましたね、やっぱり。そうやな、うん、でもなんか本当はあれ食べたかったんよ、UFO チキンみたいな。あーね、チキンがっつりみたいな。うん、確かに。おとついぐらいにケンタッキー10人前ぐらい頼んでウーバーイーツしてマジで死ぬほど頼んだから。ケンタッキー地獄だったからもうチキン食べたくないよ今。割とでもなんか人多いよね平日やから。確かに、うん、まあね、2人でね楽しめたのでよかったなと思います。ぜひよかったら高評価とチャンネル登録お待ちしてます。お願いします。はい、ということで以上、おととでした。バイバーイ。